昔昔、オリンパスの山の彼方に神々の住む天国がありました。そこに神の子でチンクという小さな天使が住んでいました。チンクはやんちゃないたずらっ子で、いつも神様や天国に住む動物たちを困らせていました。ところで、天国での神様のお仕事は男と女の心を作り、これから生まれる赤ちゃんに男の子には男らしさと勇気を、女の子には女らしさとチャーミングな優しさを与えることでした。さあ、青のハートは男の子じゃ、赤のハートは優しい女の子になるんじゃよ。はい、お次。僕が先。僕第二。今日勝ってはダメよ。お行儀よく仲良くね。はい、案をして。はい、お次。チンクにはもう我慢できませんわ。まったそうですとも。いえね、この間も。とも、こうなんざんすよ、ほんと。神様にお願いしてなんとかしてもらわなくてね。またチンクの仕業だな。チンクのやつめ、どこへ隠れおった。ここじゃな。ほれ。あの子が生まれたら男の子か女の子がわからなくなってしまうじゃない。でかいに行って、あの子から男の心を抜き取ってくんじゃ。わかったな。